朝日が差し込んでいる。キラキラとした光、窓を開けてごらん。そこに僕がいる。街の明かり、誰もいない埠頭、夜明け前の寂れたパーティー、でもそれは二人の物語のプロローグ。聞こえてきた教会の鐘の音、二人のためにアモーネの鐘が鳴る。
Je n'écoute pas si tu ne m'aimes pas. Je t'aime.